こんにちは。三代目ジェイソルブラザーズの中で誰に似てるかって言われたら誰にも似てません。改めまして、ヒイラギです。はい、ですね、まあ、前回、サマーマッドレスのサビの前の部分の振り付けの説明動画を出したので、今回はですね、サマーマッドレスのいわゆるジェットマンと言われるランニングマンの、ランニングマンの空バージョン的なジェットマンと呼ばれる部分のサビの、ダンスの振り付けをですね、私めが説明していきたいと思いますけれども、もしよかったら何かの参考にですね、してみてください。はい、ということで、では、サビの部分どんな感じかちょっとやっていきたいと思います。はい、まずどんな感じかっていうのを一回やってみたいと思います。いきます。
ス、セーブ、エイトという感じになります。この時ですね、チャッの時にですね、ワン、ツー、この時に左手じゃねえな、左手じゃねえな、これは右手だ、これは右手だ、言い直しましょう。チャッの時に反対の手をちょっとこう羽っぽくですね、飛行機の羽っぽくしたら、おそらく全日空も喜ぶんじゃないかなと思います。はい、まあこれ実際にですね、あのメンバーもですね、何人かやってると思います。こう反対の方の手を、反対の方の手を広げるっていう動作、これをしただけでアクセントになっていいんじゃないかなと思います。はい、はい、この調子で次の振りに行ってみましょう。次はいわゆるジェットマンと呼ばれる場所だよね。ここがジェットマンだよね、多分。ここが多分ジェットマンだと思うんですけど、まず、手からやっていきます。手をですね、まずワン、ツーです。外にピャン、外、そして次下にピャンってやります。こう X の字を書くようにトーントーンですね。 X だね、まあ、筆記体の X みたいな感じですね。はい、どんどんややこしくなっていくので、まあ、普通に外側、両外側に手を上と下で払うという、ワン、ツーです、はい、これがあったら次はスリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーです。スリー、フォー一体どうなっとるんやん。この下に払った手を上に一回まずニャーンと持ってきて、はい、この手をこのまま外に流します。上、下、そしてよいしょ、はい、自分の肩をつかみに行くイメージですね。自分の肩をつかみに行くんだけれども、結局この肩の前にスカッと外してしまったので、仕方なく両サイドに開く的な感じです。これがおそらくジェットマン、ここだよね、多分ここがジェットマンのところだと思うんですけど、はい、はい、ということでこれは飛行機の、ね、羽をイメージしてください。これに合わせて足の動きがワン、ツー、スリー、フォーとなります。今ちょっと足だけやったんですけれども、これさっきの動きと合わせるとワン、ツー、スリー、フォーって感じになります。はい、これをですね、今1回やったらもう1回やります。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトという感じです。これ足一体どうなっとるんやというとですね、蹴って、ついて、そして右足、スライド。右足を次へ蹴ります。で、落ちます。スライドです。繰り返します。はい。トントントン、トントントン。これにさっきの手の動きを当てはめると、トン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 、指先まで、指先まで美しく、ちょっとカマっぽいので、まあちょっとカマっぽいので普通にやるとこういう感じですね。これをだんだん飛び跳ねるようにやっていくとこんな感じですかね。はい。と感じになります。まあ、このステップがちょっとよくわからんっていう人はもう普通にもうこれだけでいいと思います。左右右左左右右右、これでいいと思います。はい。慣れてきたらその飛び跳ねたりねしたらいいんじゃないかなと思いますけれども、はい。そしてこのジェットマンが終わったら次はですね、なんとさっきと同じあられちゃんをします。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトって感じになります。これで、フォーエイトになります。残りしたフォーエイト一体、どうすればいいんだと。ここまでマイケル、アラレちゃん、ジェットマンにして、次は何なんだと。次も同じですね。次もですね、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト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 です。はい、こんな感じですね。最後にゆっくりちょっとおさらってみると、つまりこのダンスはマイケル・ジャクソン、
アラレちゃん、ジェットマン、アラレちゃんの順番で構成されているわけです。今からちょっとそれをですね、証明したいと思いますよ。以上ですね、サマーマッドネスのサビの部分を振り付けになりました。どうだったでしょうか。もしですね、分かりにくいバカ野郎っていうご意見ありましたらですね、すまん参考になるか分かんないんですけども、実際に僕がちょっとそのサビの部分だけ踊ってみた動画っていうのがあるので、もしよかったらそちらを参考にして、参考になるかどうか分かんないですけど、参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じですね、これからダンスチャンネル指導していくんですけれども、もし少しでも「おヒイラギ」っていうやつがなんかおるぜっていうね思いが生まれたら、 Twitter その他 SNS などで、動画のシェアをよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、私のチャンネルではですね、どしどしリクエストを応募しておりますので、もう何かあったら Twitter か YouTube においでやす。はい、ということで今回は3代目ジェイソンブラザーズのサマーマッドネスをお送りしました。ありがとうございました。靴を履いてなかった。